はい、どうも、ゆっきーでーす。キラースネイルをですね、2匹導入してから1ヶ月以上経ちましたが、その後はどうなったかと言いますと、こちら、この、水草をね、見てみた、いただけるとわかると思いますが、スネイルがね、まだ大量に、でね、青コリちゃんね、います。非常に大量に、あそこら辺にポツポツ見えるのも、あれ全部、スネイル。で、もう寒くなってきて、おそらく、キラースネイルくんがね、もうそもそもどこへ行ったのかよくわからない状況になってます。もう下手したら、死んだのかもしれないですね。キラースネイルがね。はい。まあ、もともと、寒いところには適応してないのかね。わからないんですけど。まあ、最近、まあ、部屋の温度がもう、水温がね、10度近くになっていますんで、おそらくそのせいで、キラースネイルくんが、活動しなくなったか、もしくは、もう下手したら死んでいるのではないかと思われます。本当にね、目視でもね、どこ行ったかわかんないんですよ。キラースネイル2匹のね、行方がね、一体どこへ行ったのか、さっぱりわからない状況になってます。うん。で、依然として、スネイルがね、大量に、もう100匹以上はね、確実にいる状況になってます。うん。まあ、というね、事後報告を、しておきます。まあ、とりあえず寒いと、おそらくキラースネイルが、まあ、活動しないんじゃないかと、いうことですね。もともと結局、その、熱帯とかの地方の、貝だと思うんで、キラースネイルはね。まあ、ちょっと今のところ、全く、ね、キラースネイルはね、まるで効果がなかったという、ことを、伝えておきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。